幼い頃からの憧れだった姉が選んだ人は、素敵という言葉から見捨てられた冴えない不器用な人。幸せそうな姉を見るたび、私はこの人にイライラしてしまう。私の理想とかけ離れた姉の幸福にいつもイライラしてしまう。下げ物飾りの中で幸福を祈ってもらった幼い頃の姉の、私の夢はこんな冴えないものじゃなかったはずだ。おかわり。はーい、よか食べっぷりやねー、ドラゲ君。しかあやめ、いい加減起きんね。起きた。寝てないんだよ、くそ、うなぎ男。はい、ごはいめ。 ありがとうございます。はい、いいじゃん。ごちそうさまでした。はーい。いつも本当お母さんの料理は美味しかです。翔吾さんより美味しかです。これね、あやめの味付け。あやめちゃん、おはよう。サンシャンは、我が家の朝も変わったね。ご飯いらん。あやめの味付け美味しいってよ、姉ちゃんのより。あやめちゃん、評判よかね。指名もなって、今年のお下げもんパレードは甘かしたけんね。もっと頑張ります。田中君はあどげんね。私には関係なかです。姉ちゃん、まだ間に合うよ。まだ言いよると、どこがいいと、あの人。だんだん分かってくるけん、こっぽらーっと。こんにちは。あ、あやめちゃんも一緒ね。水菜のために作りたいって言う。はい、どうぞ。すいません。ばあちゃん、これどんだけ作ると？まあ、作れるだけだい。田中君の願いやけん、頑張らんとね。じゃあ、お母さんと同じじゃね。これもらっていいと、うん、それ田中君の差し入れたい。好きなもんばよう知っとらすね。あなたが注文つけたとじゃないと。初孫の下げ物飾りは手作りしたい、そう言い出した母を止めもせず、笑ってお願いしますと言ったあの男のせいで、私の睡眠不足は続いている。水菜のためになるなら、姉ちゃんのためになるなら、なんて思いと、あの男へのイライラと、おばちゃんたちの楽しそうな顔と、認めることができない自分と、手作りの下げ物には全部込められていくんだろうか。
てとうとう。田中君大変。どうしたと？怪我して入院したって。こうして姉は花嫁衣装を着ることなくあの男に嫁いでいった。不器用にも程がある。あゆめちゃん、柳川すいとんね。当たり前でしょう、ふるさとですよ。田中君は？田中君は柳川が大好きやで。姉ちゃんも水菜ちゃんもあやめちゃんと一緒やで。みんな慕われちょる。ヌードメーカーというと？それムードメーカー。ムードか。いつも走り回りやろ。かっこよくないけど、いつか夢叶えてくれるよ。皆さんの時期デートみたいに行かれたらどうですか？いやでも恥ずかしい。皆さんな大丈夫。ちょっとあードキドキした。カッコつけて飲むか。よお母さん、どんだけ寂しか。何によるとカズじゃなかねえ、水菜。これで取れちゃう。ね、水菜ちゃんの健康を祈ってね。幸せになりますように。田中くんのお姫様やけんね。お兄さん、あなたは何ですか？私の憧れの姉ちゃんがあなたを選んだのはなぜですか？町の人たちがあなたを好きなのはなぜですか？いつもニコニコ、何が嬉しいんですか？何をそんなに誇らしそうにしているんですか？私は認めない。絶対にあなたをかっこいいなんて認めない。水菜がみんなに愛されているのが、姉ちゃんが大事にされているのが、あなたのおかげだなんて絶対に認めない。だってあなたは絶対かっこ悪いから。こんなに大量の下げもんを手作りだなんて絶対冴えない人のすることだから。たっぷりの愛情なんて不器用な人のすることだから。あなたはやっぱりかっこ悪いです、お兄さん。こんな私には負けるけど。